皆さんこんにちは。浅川亀仙流チャンネルの浅川です。今回は、先日、スーパーラジコン秋葉原店のレースで大活躍をされた中志さんの方に、ちょっとレースの感想などちょっといろいろ聞いてみたいと思います。先日ロースお疲れ様でした。お疲れ様でした。ワイドクラスが3位でしたっけ。はい、すごいですよね。あの時はコメちゃんも出てたし、神谷の途中でタイヤ取れちゃったんですけど、はい、取れちゃったにしてもそのメンバーがいる中で数学のレースで3位ってなかなかすごいと思います。でも展開に恵まれたのはメダル、リザルトを見るのはすごくずっと見ていたいみたいな感じになってますね。で、やっぱりレース参加するとなると、いろいろと、ミニッツの方のノウハウっていうのは、まだまだ勉強中だと思うんですけども、バッテリーの方は、実は中志さんがやっていた時代もニッケル水素で、その後中志さんが休んでる間っていうのはニッケル水素じゃこうなくなった関係があって、充電器もそのリチウム系の充電器とかが増えてきて、実はニッケル水素関係の充電のノウハウっていうのはそこでストップしてたので、実は今もまだそれなりに活かせてるんじゃないかなと思うんですけれども、こちら、当時の CDC チャージャーを使っているんですけれども、こちらの方、何か、当時のノウハウとか活かせてることとかありますかね。特にこう変わったことはしてないんですけど、なんか充電器の特性でこう容量は入るんですけど電池が熱を持たない特性があるんで、こうデルタピークをちょっとこう、なんですかね、バッテリーがこう適度に暖かくなるぐらいまでこう深く充電するように設定しているぐらいですかね。やっぱりその充電器とバッテリーとかはいろいろ進化はしたんですけれども、結局リチウム系になっちゃったんで、ニッケル水素は本当進化止まっちゃってるんで、当時の最高級品が実は未だに最高級で使えるっていうのは、ある意味嬉しい誤算でしたよね。はい。で、こちら CDC チャージャーなんかも使ってるということで、ちなみに何アンペアぐらいでやってるんですか。今 1.3 でやってる感じですか。なるほど。というかこのすごくイーグルに言ってたので、今日朝方の感想をどうしたんですかね。何かおかしいですか。何か気になりましたか。ちょっといろいろ気になるところがありすぎて。そうですか。じゃあちょっとカメラ交換しましょうか。はい。何かおかしいですか。何かおかしいですか。はい。何かおかしいですか。同じもの持ってるんですけど、ちょっと一回変えましょうか。あれこれですか。これね、これ前回なたしさんがアマゾンで安く売ってるのおすすめですよって言ったら寄せたんですよ。めっちゃ似てるっていうか全く同じですか。そうですね。なんかこの間実は一回合わせた時は30周年の時なんですけども、これは実は40周年、40周年記念モデルなんですよね。そうなんですよ。前回の収録の時に言われたんで、早速アマゾン見たら意外と1000円もしない価格で売ってたんで、ついポチっちゃったんですよね。はい、いいわけ。本当ですか。で、あとここを、はい、ここを、なんかおかしいですか。おかしいですね。おかしいですか。いや、なんですかね、中志さんがこう充電器も安定感もこのジグもですかね、全部イーグルでこう固めてきてたんで、いや、なんか僕もちょっと寄せなきゃいけないのかなと思って。安定感とかももうめっちゃイーグルで、安定感もこれ実はイーグルレーシングの安定感実は持ってまして、このジグもイーグルですね。で、こちら充電器も当然 CDC チャージャーなので、イーグルレーシングなんですけれども、意外と僕も持ってるんですよ。でもすごい性能いいですよね。いいですよね。使いやすくて、実はこの CDC チャージャー僕の1個肩上の V6.0 なんですけれども、この充電器第1回のユニットカップの地区予選でこれで優勝してるんですよ。はい、そう、まさにこれ良かったこれってことなんですよ。この時第1回に出た時に今でいうとこのオープンクラスっていうのに出場してたで、最終的に第1回大会で優勝した方がいるんですけど、その人にもうとりあえず必要な機能は全部ついてるよって言われて、当時ニッケル水素用の充電器ってみんな高かったんですよ。高い中で
これそれでも2万円ぐらいはしたんですけども、比較的安くて機能が揃ってるってことで、まあ、こちら買って、未だに現役ですけど、はい、実はこの間の2018年のファイナルの時、僕プロダクションクラスで予選 TQ で、まあ、決勝2位だったんですけど、実はこれ使ってました。ディーゼルは実はいいんですかね。すごくいいと思います。というわけで、まあ、今回はですね、まあ、最初はいろいろ話してきましたけども、実はこうピットを寄せてきたっていう、そういう話をしたくてですね、ちょっとまあ、まあ寄せてきたって話なんですけど、まあ、あとはディーゼルさんチャンスですね。すごく本当に求めやすい価格で、本当性能も高いし、使える、あのイーグル模型っていうだけで、例えば僕こっちこれなんですけども、これは実は僕これ以外にも同じやつを実は予備で中古でヤフオクで買ったんですけども、この充電器とこの安定化のセットで実は3000円で買ったおすすめです。そういう形で、まあまあ、いろいろ充電器はあるんですけれども、まあ、当時のこういう古い充電器も実は未だに性能は、まあ、最新式と変わらず使えますよっていうことをちょっと、まあ、今回のスーラジのレースでも証明しましたし、まあ、僕の方は僕の方で、ミニッツカップの方でも証明してますので、まあ、昔持ってる方がいればまだ使えますよっていうそういう話でしたね。はい、というわけで今回はイーグルレーシング最高というお話でした。それでは。